金色が大好きです。パリオリンピックレスリング男子フリースタイル65キロ級で金メダルを獲得した高知市出身の清岡幸太郎選手が今日高知市の浦戸小学校を訪れ子どもたちと交流しました。この交流会は清岡選手の母エリカさんが園長を務める地元保育園との縁で実現したもので、清岡選手は浦戸小と2つの地元保育園の合わせて65人の子どもたちと一緒に体を動かしました。交流会では清岡選手が子どもや地域の大人とマット上で簡単なレスリングをして、レスリングの魅力やスポーツの楽しさを伝えました。体操とかダンスが好きだから、それを頑張って大会に出て優勝してみたいです。自分もまだ今からでも、やっぱ一つのことに集中で夢中して、そこから自分もああいう風になりたいなと思いました。子どもたちは清岡選手の姿から一つのことに打ち込むことの大切さを学んだようでした。